松平家忠は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、徳川氏の家臣、福洲松平や四代当主。彼の記した日記は、戦国武将の生活や、当時の有力大名を知る上で貴重な資料となっている。工事元年、福洲松平家三代当主、松平一中と、宇どの長持ちの娘の長男として、福洲松。 平家の居城である、三河国ぬ方軍の不幸図城で誕生。家忠が元服した頃の不幸図松平家は、本家である、徳川家康に服属し、家康に東三河の支配を任されていた、堺忠寺の指揮下にあった。天正3年5月の長篠の戦いには、父と共に従軍、堺忠寺率いる飛び須山攻撃軍に加わったが、ここで、 父が戦死したために数え21歳で家督を引き継いだ。なお、時期は不明ながら、天正初年頃に、狩屋城主、水野信元の弟、忠志分の次女を室に迎えている。その後、家忠は各地の合戦に従軍するが、合戦そのものよりも浜松城、牧野城、新城城、横須賀城、また皇天神城攻めの付城などの城郭の不信や、 保守などに従事しており、土木に技能を持っていたことが伺える。これは、当時の両国にあった広田川が頻繁に氾濫し、その復旧を行う記述が、家忠日記にあることから、その際に培われたものと考えられる。天正18年、家康が関東に違法されると、武蔵区に埼玉軍に一万国を与えられ、お市城を本拠とした。本来おは、家康の四男、 松平忠義が十万国で与えられたものだが、忠義はまだ幼少のため、彼が成人するまでは家忠が預かったものである。その後、忠義が正式に上主になると改めて、下佐国尾身川に違法され、城大城を本拠とした。通称は、また八であったが、天正二十年頃からは、主伝助を名乗っている。慶長五年、家康の命で鳥妹忠、 内藤課長らと共に、伏見城の守備に残り、石田三成ら西軍の挙兵を誘った。そして、目論み通りに三成は挙兵したが、家忠らは、関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城の戦いで戦死し、城は落ちた。去年46、家忠は、自身の日記である、家忠日記の著者としても知られる。これは、 天正3年から文読3年10月までの17年間、その日に何が起こったかを簡潔に書き綴った日記である。原本は、家忠の着村で、江戸時代初期の不幸図末、平家の当主、松平忠房が修補したものが保管され、現存する。内容は、天候や季節の淡々とした日常的なことから、戦などの政治情勢、外交に関する記述も多くある。 出来事や天候に対する自らの感想、寸評など、ほとんど書いていないが、脳を鑑賞したり、レンガや茶の湯を楽しんだとの記述があり、家忠の文化人としての性格も示している。小田政権から豊臣政権へと変遷する当時の情勢において、家康は東国に五カ国を領有し、独自の勢力を築いていた立場にあり、家忠日記の記述は家康を中心に、戦国、 安土桃山記の政治情勢を知るほか、会、武田氏や相模御北上氏など、徳川氏と外交、敵対関係にあった大名家の動向を知る資料として注目されている。また、日常的記述の部分も当該記の武家や大名たちの状態、日常生活や習慣を知る資料として注目されている。例えば、織田信長の家臣で黒人の安家について、 公衆政抜の帰国途上に目撃し、名は安家、身の丈六尺二分、黒人男性、身は墨のごとくなどと記しているため、黒人であることの裏付けが取れ、また、安家の身長がわかる。なお、将棋の現存最古の局面図が日記に登場している。ただ局面が描かれているだけで、家忠が指したかどうかは定かでないが、 マスカワ孝一によれば対局者は相当弱い気力であり、実力は9位者程度であろうという。ありがとうございます。